YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。フレックスアイエス見えますけど、ね、作業道崎です。今回ご紹介していきますの車はこちらになります。新車ハイエース版スーパー GL ダークプライム2ディーゼル肉、こちらの車ご紹介していきたいと思います。まずメーカーオプションの方からご説明していきます。こちらがトヨタセーフティーセンスとパノラミックビューモニターのカメラの部分、そして前に4点インテリジェントクレアソナー4点と、あとこちらのお車は最新現行の7型と呼ばれるお車でして、フォグライトが LED 標準装備となっております。はい、でフレックスカスタムご紹介していきます。まずこちらガッツミラー、ボディと同色パールホワイトで塗装しております。で下ですね、こちらがフレックスオリジナルのデルフィードラインのフロントスポイラー、こちらつけております。はい、でこちらの車ローダウンに位置しております。なので通常の車高より5センチぐらい低いです。なので運転席、助手席、女性の方なんかも乗り降りがしやすいようになっております。でタイヤホイールです。タイヤがグッドイヤーナスカータイヤと、ホイールがフレックスオリジナルカラーのバルベロディープス、こちら17インチセットで入っております。はい、でギアのトヨタのメーカーオプションですね。こちらデジタルインナーミラーのカメラですね。で下に前と同様でクリアソナー4点ついております。はい、で後ろ開けていきます。はい、後ろですね、こちらの車ここの最後部から2列目の前までフローリング施工がされております。フローリングしてあるので純正と違ってお手入れとか掃除がしやすいですね。イージークローザーもついてます。でこちらの車両側手動小窓付きのものになります。で後ろはもうフレックスオリジナルのシートカバーつけてあるのと、ダークプライム2なので天井や横回りピラーとかが全部真っ黒で統一されております。でオリジナルのシートカバーなんで、ここにフレックスのタグがついております。はい、で前のナビ、アルパインのビッグ X 11インチのナビですね。こんな感じでオープニングもダークプライムで設定しております。でバック入れると、こちらがバックモニターの映像と、こちらがパノラミックビューモニター、上から見たような映像ですね。でこちらがデジタルインナーミラー、今後ろのカメラの方とつながっておりまして、ここのレバーを押すと普通のミラーにもなります。はい、はい、いかがでしたでしょうか。ディーゼル肉パワースライドドアなしの車入荷してきました。探していた方はぜひ当店までご来場、お問い合わせの方お待ちしております。では今回はこちらで以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。